凛とそうかもしれんで。どうも。なんか食べていくかい？また今度。どれをポーズしますね。もう一回勝負せや。あんまり無理すなよ。Yeah.
し。今日の夏で遊んでみたい。構え！てぇ！ん？やっと戻ってきやがった。龍馬。武志先生、もしかしてこん人が？ああ、以前からお前らによく話して聞かしている俺の唯一無二の兄弟分であり土佐最強の剣士坂本龍馬だ。これが土佐勤王党か。ん？お前何やらかしてきたんだ。傷だらけじゃねえか。つまらねえ話だ。それより兄弟、東洋のおやっさんと剣後私塾で話してきた。そうか、なら話は早いな。みんな聞いてくれ。龍馬はこの一年江戸へ剣術修行に行っていた。今日からこの坂本龍馬を土佐勤王党の筆頭としたいと思う。どうだ？筆頭？ほいたらいきなり第二席幹部のさらに上じゃちゅうことですか。見たか、俺がお前を筆頭にすると言った時の連中の反応。最近は勤王党も妙に堅苦しい組織になってきちまってたからな。いい起爆剤になったろうぜ。高三の連中からはあまりよく思われないだろうな。いいんだよそれぐらいで。あれぐらい刺激がねえと下の連中も焦らない。組織っていうのは固まっちまったらしまいだ。土
佐藩がいい例だろう。まあそうだが、まだ痛むのか背中。おお、これか。いや痛みはねえさ。まあ後だけは派手に残っちまってるかな。すまねえ兄弟。もう謝んなって言ったろ。いつの話だ。15年前だ。だが今でも昨日のことのように思い出す。まあ忘れよったって忘れられねえか。上司による焼き落ち、目の前で両親と家が焼け落ちるのを見ちまってんだからな。あの時兄弟が助けてくれなかったら、俺は両親ともども灰にされてた。だが俺を助けたせいで兄弟は大やけど、本当にすまないと思っている。だから謝んなっつってんだろ。謝るのはお前じゃねえ。あの日お前の家と家族を焼いたのは上司どもだ。だろう。ああ龍馬、俺とおやっさんは土佐藩を変えるつもりだ。当然お前にも力になってもらいたい。あらかたの話は聞いてる。だが実際のとこ何をする気なんだ。土佐藩の前主高知城を襲撃するのさ。土佐勤王党の党員500人でな。襲撃だと。襲撃っつっても実際には手を出さずに終わるはずだ。城を包囲して勤王党の確保が藩の上層部に伝わればいい。その上でおやっさんが城を牛耳る老人たちに隠居を迫るんだよ。万が一老人たちがそれを拒むが、当然その場合の軍備はできている。そうやって空いた席に勤王党が座るか。ああ、すぐそこに迫る危機、命の危険を感じて初めて上司連中は自分たちの考えの浅はさに気づく。ガチガチに固まっちまった土佐藩の身分制度を壊すにはそのぐらいの荒療治が必要ってことだ。なるほどな。黒船が初めてこの国に来た時と同じさ、脅威というものを感じることで人間は動揺する。変わらなければならないと考えるようになる。そういうことだ。豊洋のおやっさんは剣豪四塾を開いている時からこのことを考えていたのか。多分な。あの人はお前には剣を、俺には政治と学問を叩き込んだ。それも全てはこの計画のためだ。そうだったのか。だがもう剣が役立つこともなさそうだな。ん？どうしてだ。きっと剣で人を斬るという時代は終わるんだろう。実際さっきお前もピストルの練習をさせていただろう。いやそれは勤王党の連中には剣の才がないからだ。剣はいくら教えても才能がなければ上手くならない。だがピストルは違う。練習さえすれば戦力になり得る。万人に平等な武器というわけだ。平等な武器か。龍馬、俺らは身分という壁を壊そうとしている。だがたとえそれが実現したとしても
人間は決して平等になんかならない。才能があるものとないもの、身分という壁がなくなっても今度は別の壁が立ちはだかる。だから俺はどうにかして、どんなに学がない人間でも、どんなに剣が触れない人間でも、せめて楽しく生きられる世の中を作りたいと思っている。兄弟、お前も持っといてくれ、金の音の一員として。俺たちが剣や銃を持たなくてよくなった時、その時初めてこの国に真の平等が訪れる。それまで俺と一緒に戦ってくれないか。土佐金の音を俺と一緒に支えてくれ。今晩高知城で東洋のおやっさんと今後の話をすることになってるんだ。一緒に行かないか。そんなに大っぴらにあって大丈夫なんか。なあに、高知城まで行けばおやっさんの禁止が招き入れてくれる手はずになってる。大丈夫だ。そうか。それじゃあお前は表で少し時間を潰しててくれ。俺もすぐ支度していく。またの。あなた様、忙しそうですね。どうも、こんにちは。調子はどうで。いらっしゃいませ。ありがとうございました。やっぱり寄っていくかい。おいたら、どれをこうかし、兄さん、調子はどうだ。さあ、どうやろう。こんにちは。どうも、寄っていくかい。今日はええ天気やね。こういう日はいらっしゃいませ。ありがとうございました。
俺に何か用か？坂本龍馬っちゅうがはおまんか？お前は土佐勤王と岡田伊蔵。伊蔵、この男がさっき話した男じゃ。武市先生はこいつがいきなり勤王党の筆頭言うがじゃ。党結成の苦労も知らんもんがどういて筆頭ながじゃ。筆頭は党の第二席。おいたらいいぞ、おまんが筆頭になるんが筋ぜよ。勤王党ってのは同志にも剣を向けるのか？誰もおまんのことを同志と認めちょらんがぜよ。坂本、伊蔵は勤王党一の剣客じゃ。筆頭言うんじゃったらきっちりその強さ見せてもらおうやないか。やったね伊蔵、江戸帰りがなんぼれもんじゃい。抜かんでも切る覚悟決めや。どうやらお前には手抜く必要がねえようだな。Shoot!
おい、伊蔵とか言ったな。お前は確かに強い。だが、人が切りたくて金の塔にいるんだったら、今すぐ抜けるんだな。武市の兄弟が作った金の塔は、そういう組織じゃねえ。党内の仲間にも、きちんとお前の口から伝えておけ。坂本龍馬に文句があるなら、いつでも相手になると。世話かけたな。見てたのか。ああ、1年前より確実に強くなってるな、お前。たく、どうなってんだあの連中は。金の塔の名が泣くぜ。あれが土佐豪士の現実なんだよ。現実？豪士という身分が理由でろくな教育も受けられない。まともな仕事にもありつけない。そんな彼らにとって金の塔は唯一の希望であり誇りとなってる。だからいきなり筆頭になった俺をやっかんだってわけか。許してやってくれ。彼らにも彼らなりの志がある。だから俺は連中を金の塔に引き入れた。どんな人間にもこの国の未来を考える資格があるはずだからな。未来か。さあ、そのためにもさっさと土佐の身分制度をぶっ壊して次の国づくりを考えないとな。なあ、龍馬。難しい話は分かるね。だが一つだけ分かったことがある。なんだ。土佐も金の塔もそして俺もまだまだ半端もんだってことだ。よし、それじゃあおやすさんのところに行こう。お前の準備はいいか。いや、まだだ。それじゃあ準備ができたら教えてくれ。